皆さんこんにちは、さゆ旅のさゆです。本日は四国の周遊3日目です。鉄道旅日和です。6時間乗る甲斐があります。着しました。いいね、これ見るの好き、端っこ好きだから。今日はね、もひたすら高知を横断していくわけですけど、まっすぐのバスに乗っていけないので急ぎ目で、私これパッと見た時宿毛駅だと思った。宿毛でした。読めないよ。なんていいお天気なんでしょう。こう暖かいのに秋のイワシ雲が見えて超ちょうどいい季節で最高。はい、じゃあ宿毛駅です。かわいいね、なんか海っぽい。じゃあその改札出て右側の方のバス停に来ました。次はこの宇和島ってところに行きます。あの鯛めしのとこだね。2時間ぐらい次乗るんですよ。ちょっと覚悟して行きたいところ。来た。愛媛県に、愛媛県に入りました。宇和島駅です。あの鯛めしとかで有名っていうかテレビでよく聞くあの宇和島駅に来ました。なんかバス1時間50分とか4、50分乗ってたんですけど、その間に愛から始まるなんとかっていうところで愛媛県入りをしてました。はい、じゃあ今回の令和のお遍路3つ目に入りましたよ。じゃあ私は早速鯛めしを食べに行きたいと思いますが、向こう側にどうやって渡るの？普通に列車の乗り場なんだよな。いい天気だね。しかもなんかすごいな、なんだろう、ヤシの木がある、なんか南国感がすごいおもろい。あそこにはあの宇和島鉄道の1号車の SL が置いてありますね。パフィオ宇和島というところに来ました。何屋さんなのかな、なんかワークショップとかなのかなと思います。宝石って書いてある。なんかちょっと駅前のお土産屋さんチックな感じなのかなと思います。駅前には商店街があるんだって。次のバスまであと1時間半ぐらいかかるんですよ。ひたすら回れるだけ回ろう。地方旅あるあるなんですけど、お手洗いの場所にすごい困りますよね。まあ、基本的に駅のトイレとか無人駅だったらなんかちょっとドキドキしちゃうじゃないですか。大丈夫かな、ここは綺麗かなみたいな。だけどこの宇和島の今のパフィオっていうところにはコインロッカーもあって、そこにお手洗いもあの普通にどうぞみたいな感じだったんですけど、すごいすごい綺麗でした。超超ルミネみたいに安心しましたね。さあ、じゃあ私はちょっと宇和島の鯛めし人生で初めてだし最後かもしれないから、もうとっておきに美味しそうなところに行きたいなと思って調べた結果、選ばれたのは富屋さんというところに行きます。私がヘマをしていなければこっちで会っているはずだ。あった、しかもすごい、見て、めっちゃ雰囲気良くない？嘘だろ。ライオン水曜日なんだ。ここのランチがすごい見た目もさ超和風だし良さそうと思ったのに定休日だった。 Google マップはやってるって出てきた。オフィシャルホームページまで見ないとダメですね。まあいいや、ここは宇和島たくさんある。他に見つけてたとこは角屋さん、
4.1 か、悪くない。4点とか書いてあるからすごい美味しいんじゃない。なんか本当にさ、いっぱい選択肢があるようなところだと、私は結構なんか個人商店に行きたいタイプなんですよ。そうそうそう、なんかいくつもあるところよりも1個そこしか出してませんみたいなところに行きたいタイプなので、まあまあまあ、ちょっとここはやってそうなのは分かった。あの駐車場が閉まってなかったから。あ、じゃあもう一つの行きたかったところ、ここは行けるっしょ、穂積亭というところに行きたいと思います。こっちもね、 Google で 4.2 だったんです。すごいよね、 4.2 Google で出されるっていうことは、個人商店の場合はさ、超常連さんしか口コミ書いてないとかあるかもしれないけど、ここはそんなこともなさそう。うん、行ってみましょう。季節して商店街の方にやってきた。角屋さんはね、ほら見て、のれんが、しかも駅前の超いい角の分かりやすいところに書いてある。いくらなんだろう、上島タイです。意外と1800円ぐらいするの。私が調べたとこ1300円のランチだったんで、本当はそっちがいいでもやってなかったらここに着いた。めっちゃいい感じ。穂積橋、なんか由緒正しき系な場所な気がする。ほらほら、登録記念物って書いてある。へえ、あ、綺麗な小川に、こちらです。やった、やってる。右隣の入り口やってる。イエイ、来てみましょう。あ、こんにちは、一人です。お店長、ありがとうございます。雰囲気しかない、こんな感じ。私は、ね、単品タイムしか飲みました。5000になるとお寿司、天ぷら、天ぷら、じゃこれなんかいっぱいついてくる。絶対食べきれない。すっごいの来た。お吸い物かな。これはタイムシのやつ。卵黄とか入ってる。すごいの？リコーのもの？美味しそう。穂積亭は食べてないんですけどなんとなんと皆さん、ここミシュラン乗ってたそうです。ていうかミシュラン乗ってて、なんかそのマークがあって、あと本も置いてあったの。すごくない？季節して、私は本当にこういうの見つけるのが妙にうまいんですけど、またやってしまった。でも言わずもがな、おすすめです。なんか単品で頼んだけど少し値上がりしてて1350円ではあったんですけど、
全然単品でも大満足でした。ご飯おかわり自由だったけど、まあできるわけないよね、お腹いっぱい。今ちょうど保津見橋の前にちょうどいいとこがあったので休んでますけど、なんか鯛飯、私もちろん宇和島初めて来たので宇和島の鯛飯も初めて食べたんですけど、確かに甘めの出汁みたいな、言っちゃえばめんつゆっぽいんだけど、なんかやっぱ鯛が加わることによって香りっていうのかな、サラサラしてる中にも美味しさがとんでもなかったです。なんかシンプルな顔して複雑な味わいみたいな感じ、すっごい美味しかったの。家で卵かけご飯かき込むように食べてくださいってはっきり書いてくださってるのがすごい、なんかこんな見た目のお店だし、中もすごくね綺麗だったっていうか、まあ、昔の日本っぽい感じでしたけど、いわゆる料亭割烹って感じしたじゃないですか。だけどすごいなんかそれがね食べやすかったです。気兼ねなく、なんかただ美味しいっていうのに注力できて超良かった。なんかお吸い物が異常に美味しかった。なんかしらすの揚げたやつとか入ってたんですけど、それの出汁なのか、もうなんか、まあ、海鮮お魚さんから取れる出汁ってもうとっても美味しいじゃないですか。それをまじまじとベロの上で楽しんだっていうところですかね。あと漬物とか酢の物が美味しすぎてもう一回食べたかった。酢の物とお吸い物が死ぬほど美味しかったってことをまずちょっとここで言わせていただきたい。もちろん鯛めしももう言わずもがなではないですけど超美味しかった、大満足でしたね。あと何分、30分ぐらいかな。横井翔一、はい、じゃあもうね次向かうところがバスセンターから行っちゃってもいいのかな。いっそもう歩いてないしそっち歩いてみようかなと思います。宇和島キサイヤロードっていうのがあるみたいだ。恵比寿町の商店街、ちょっとスーパー行くぜ。現在ね宇和島駅まで歩いてるんですけど、なんか宇和島駅から予算線に乗って下灘まで全部行く方法もあったんだけど、3分しか変わらないのに1000円も違うんですよだからと思って、でもどの道予算線乗って下灘駅行くから途中までバスで行くことにしました。1000円安いならそっち選んじゃうよね、一回乗ったしはい、駅到着です。あと5分後ぐらいのバスに乗ります。バイバイバス、1時間バスに揺られて、こちら伊予大洲駅、大洲駅前ってとこにバスで到着しました。爆走してたわ、すごいね。愛媛県をぐいぐいと横断しております。あっちに行った方にお城があったりするんだ。すごい、なんか今日行ってるとこ全部に城あるんだけど、伊予大洲駅、伊予ってのが多いね。こっちは土佐が多かったけど、かわいい。とりあえず切符だけ買おう。切符買いました、560円だった。こっから私は使わないけどレンタサイクルもあったり、観光案内所がすごい立派です。綺麗だね、最近変わったんだね。お手洗いも綺麗そうです。さあいよいよ予算線の、私がマジでずっと行ってみたかった駅に次が最終目的行きます。10分前なんで入線も取りたいし行っちゃおう。あー向こうかね、オッケー、すごい景色だね。向こう側の3番線には伊予市駅行きのキハ549系が止まってます。すごい、海沿いを走る電車だからサビとかがねすごいですよね。一緒だー、549系だ。しかも、ロングシート、マジで。
色が最高だな。楽しみ、海見えてくるの。いよいよ始まるぞ、やばい景色、楽しみ。海が一面に広がる、この予算船の私の目的です。人気なんじゃない、この駅。めっちゃ田舎の駅とは思えないぐらい人がいる。下灘コーヒー、こんななんか車みたいなやつがある。私当初のコラボ機、大数のコーヒーなんで、はい、ありがとうございます。はい、もうこんな奇跡のような綺麗な駅です。あ、青春18切符のポスターに、ね、なってて、もうあの時から私すごい心を奪われていた、そんな駅だったんですけど、来ましたよ。まさか最初はね、確か昭和10年の時点だと隣の駅と下灘をつなぐだけの電車だったんですけど、だんだん4駅ってどんどん増えてって、今予算線の途中駅ってことになったんですけど、こんなに海が近い駅っていうことで有名になってったって感じですね。私なんか車で駅に来て撮影だけして帰るみたいな人もめっちゃいて、おすごい驚きました。なんかわかんないけど、私は乗ってなんぼみたいなタイプなので、そうか、あ、そういうショートカットもあるのねみたいな思いましたね。で、予算線の中で数駅だけ乗って、でバスが追いかけてきてそれに乗ってまた帰るっていうツアーとかもあるみたいで、さっき近くのシニアがワイワイ喋ってたんで、へーとか思いながら聞いてたんですけど、まあ私は乗り通します。ていうか乗ってなんぼでしょ、電車だし。だけどなんかさっきまですごい人いっぱいいたんだけど、みんな写真撮って満足したのかな。どんどんいなくなってって、ただただ虫の音と、なんかいいムードです。綺麗。じゃあこの後エアビーに向かいます。最後まで見ていただきありがとうございました。面白かったよと思ってくださった方はぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。他にも国内外の旅のビデオたくさん上げてますので、ぜひそちらのサヤ旅もご覧ください。それではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。